皆さんご無沙汰しております。旅園チャンネルの旅園本人でございます。今回は GR 山手線より原宿駅をね紹介していこうかなと思います。当駅原宿駅なんですが、開業はね1906年の10月30日開業でございます。まあその年のね同じく11もうほぼね、2日後にはねなんとここまあもともとは日本鉄道の駅だったんですが、その後にね、国有化されまして、最終的にはねいろいろと、いろんな経緯でね進化していった駅でございます。まあそんなね原宿駅でございますね。一応原宿は駅はね山手線が乗り入れてる駅でございます。また1925年からまあ2004年ぐらいまでかな、まあ現在も一応ホームとしては残ってますが、宮廷ホーム、まあ、いわゆる天皇陛下とか、それ並びに、皇族方がね使うホーム等もあります。現在はどうなのかな、今使ってないのかな、実質東京駅から、ね、乗車する形になっていると思うんですが、現状はね、今お使われになってないのかなと思われます。まあ、そんなね、格の高い原宿駅でございますが、今回はねこの原宿駅をね紹介していこうかなと思っております。てかもう紹介してますか。まあ、このね当駅原宿駅、一応ね山手線のみの駅なんですが、乗り換え駅として、東京メトロ千代田線並びに副都心線もね乗り換えができます。そちらについてはね明治神宮前原宿駅という名前でやっております。あ、ただいまね原宿駅構内に、構内とかまだね、はい、中に入っておりませんが、これからね、GR、東日本山手線のね原宿駅、構内に入っている感じでございます。まあ改札はねこんな感じ、ちょっと斜めっていう形かな、ちょい斜めっていう方のね、改札機でございますね。まあ、一応ねこの原宿駅は山手線のみの駅でございます。各駅停車が多いですね。並走してます埼京線、湘南新宿ライン、臨海線直通の列車も含め、あと JR、相鉄直通線の列車は、ね、通過です。また同じ区間にね特急成田エクスプレスとかも運行されてますが通過となっております。成田エクスプレスをねご利用の際はね、渋谷駅に、ね、乗車する形になるかと思います。渋谷はね一つお隣という感じです。はい、これ原宿駅のね、駅名標でございます。ナンバリングは JY10A19 ということですね。渋谷と代々木の間にある駅です。まあ、こんな感じです。駅構内。まあ、これね、これ代々木新宿駅袋方面のね、ホームでございます。こんな感じです。もともとね、中のホームだったという感じですね。あ、あれか。明治神宮用のね、ホームということで。すいません、最後はねちょっと代々木駅のね、映像になりますが、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。まあこういう駅のね紹介動画投稿しておりますので、もしよければねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もね駅紹介になると思います。多分京急線に戻るかな、ちょっとね紹介していくと思います。ここまで長い動画で短い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。